試合名かなり押されて、この試合内容になるのは、まあ、最初から理解した上で臨んだんで、その中でもちゃんとしっかりチャンスをものにして、1点取ったとこまではかなり理想的な展開だったのかな。セカンドレグ、君たちのペースを作ろうってシーンで、まあ、一発すぐ裏に行かれてしまって、1点、形になってしまったんですけど、まあ、でもそれに関してはあんまり、スリーで負担することはあんまなかった。その後の、まあ、ゲームメイクの部分で、かなり実力差が出てしまったなっていう、それを見ていくにして、次の大会、記憶力カップに向けて、お互いに合わすところがあると思うので、こう、しっかりと集中して、まあ、次は必ず勝ちに行きたいなと思ってます。ヨーロッパという舞台で、ヨーロッパというチームに泊まって、トップレベルになるチームだと思うので、まあ、そのチームに先制できたってことは、まあ、かなり。自分たちやってるサッカーは、まあ、通用するんだなっていう部分もありますし、ファーストレグに関しては本当に、しっかり耐えながら、チャンスを取り切れたところは、まあ、かなり、今後に繋がってくるところではないかなと思います。セカンドリーグの内容に関しては、かなり集中するところはあると思うので、そこを今後に繋げていけたらなと思います。基本的にヨーロッパは、先に入るサーバーの関係かどうかわかんないですけど、サッカーがしやすい、出やすい関係にあると思うので、アジアに比べたら、先に早く、まあ、ワンオンでも一番それがベースになっているのかなと思います。